はい、ということでどうも皆さんこんにちは、戦国無双の実況プレイパートが AD4 ですね、やってまいりましょう。今回は濃姫様の将の第3ステージ姉川の戦いね。まあ彼女にとってというよりかはお市殿にとって重要な戦いっていう風になるのかな。まあ、早速なんですけどもやっていきましょうか。実況は私ダースがね今回も担当させていただきます。お付き合いのほどぜひよろしくお願いします。それではね進めてまいりましょう。斉藤家は滅んだ。信長は次の布石として妹お市を浅井長政に嫁がせた。だが信長の苛烈なやり方についていけなくなった長政は反旗を翻す。信長は浅井家を滅ぼすべく軍を進めるのであった。他のすべてを捨て、それだけを捨て、第3話、姉川の戦い。乾くよ。はい、ということで姉川の戦いですね。織田徳川軍、それから浅井朝倉軍ですね。そして勝利条件が浅井長政さんの撃破。この人はお市殿の、旦那さんですね。で敗北条件が私たちの、総大将である織田信長さんの敗走が、敗北条件となりますので守りつつやっていきましょう。で確か前回3武器が手に入りまして、あもう装備してあるのかいいのかこれで。で、アイテムはそうだな、うんこれどうしいるかね、一応持っとこうか。でまあ他はこんなもんでいいでしょう。で、織田軍なんですが、信長さん、それから家康さん、濃姫殿に、蘭丸軍と、あ、刑事光秀さんもいますね。そして秀吉さんと、結構、有名な諸将がね、こういるような形で、相手方は、まあ、浅井朝倉軍ですね。で、お市殿は今回、浅井のもとについてるので、敵方の、武将というふうになりますね。そして、あらすじの方を読んでいきましょうか。美濃平丼を果たした織田信長は上洛の道を確保せんと妹お市を北近江の浅井長政に嫁がせる。お市は長政と幸せな生活を送るが、数年後信長と浅井家の関係は悪化。長政は苛烈な義兄信長に反旗を翻す。信長を倒すべく浅井長政は朝倉軍の来援を得て琵琶湖北東姉川に布陣ね、滋賀県ですね。一方信長も同盟する徳川軍の来援を得て浅井朝倉軍の対岸に布陣する。夫長政に従うお市は兄と刃を交えることになったのであると、いうふうに、書いてありますね。濃姫様の名前はどこにも見当たらないんですけれども、まあ、それっていうのはそのやっぱりお市殿にとっての重要な戦いというふうになるので、まあ、それを強調しているからかもしれないですね。ではね進めてまいりましょう。戦闘開始。許せ、一。されどこれも戦国の習い。それがしは信長殿と戦わねばならぬ。くだらん。実にくだらぬ戦いよ。あの子にも選ぶ日が来た。それだけ。是非もなし。一がおろうと遠慮は無用。戦って勝て、それだけだ。この程度で苦戦とは世話が焼けるね。相田刑事出陣に立つ。援軍到着まで前田刑事を援護せよですね、最初のミッション。行った方がいいかなこれは、うん、まず磯野さん倒しまして、決めた。まさか一様で戦うことになると。同族愛がこれでよいか。それから援軍到着まで南の、あ、南東詰所出世をですね。何からやっていくべきだ。あれ松川さんどこ行った。やばい、早い段階でなくすとかでめんどくさい。遅れを取ってはいけません。あ、お市殿いた。
違う。お姉様とは違う。一は長政様とお兄様の新しい道を切り開くために戦うの。その道は険しいわ。そうね。だから私はここにいるの。うん、今のムービーっていうのは確かお市殿の方でもありましたよね。もうセリフないのかな。ちょっと松風さん探そうかな。どこやったっけ。確か橋の上で僕おりましたよね。だからこの辺にいると思うんだけど、あれどこやったっけ。あ、いたいたいた。よかったよかった。よし、じゃあお市殿倒しましょう。敵将よし打ち取ったわ。あれアイテム出ねえ。あ、味方がやっちゃったのかな。ちょっとわかんないけど。で、南東の詰所じゃ助けに行こうか。多分僕行かないとやばいと思うので。どうしよう、途中で武将がいるのか。お見せしましょう。あ、いるね。倒すか。悔いのない戦にしようあ、すいません。で、このなんていうの、海北さんわかんないけど、これ彼を倒してその後に、南東のね詰所助けに行こう。刑事の方は大丈夫なのかな。お兄様やめようよ。敵将打ち取ったわ。よし、さて急げ。南東詰所が危ない。俺たちものんびりしてられねえぜ。ん、家康さんも苦戦してるな。じゃあみんな苦戦してんだけど、これやばいな。とりあえずここを、援護をしてですね、その後ですね。くそ、無駄に馬に乗りやがって。乗ってなければね、松風アタックでこう大幅に削ったりとかできるんですけど、まあこうやってざっくり、ね、やっていきましょう。打ち取ったわ。よし、さて次行こう。時間がない。私たちも続きましょう。で、次どうしようかな。とりあえず刑事のところまで行ってからの徳川さんですかね。じゃあそこまで勝ってやりましょう。はい、ということで刑事の元までやってもらいましたら、あ、やっぱり武将いたみたいですね。彼を倒してちょっと、あ、三井さんも苦戦してたんか。よし、さて、よし、まあ、ちょろいですね。よし、で次が、徳川家康さん。あれ、お市殿またいるなんだ。私たちも続きましょう。何回も出てくるのかな。もう一回倒します。敵将打ち取ったわ。あ、アイテム出ないんだね、やっぱり。何なんだろう見事。新庄さんですね、先に倒しちゃおうか。家康さんにもうちょっと頑張ってもらって、お見事でございます。その後で助けに行こう。よし、で武器ゲットと。さて、じゃあ家康さんの元に急ぎましょう。お兄様もうやめようよ。ああ、何回でも出てくるのかこれ。じゃあちょっとお市さんスルーで、徳川さんのところに行きます。加速装置。はい、ということで家康さんの元にやってまいりましたら、あ、朝倉さんにこれやれそうだったのか。ちょっと助けてやろうじゃん。はい、で、野姫さんは今もうこれ3武器ね装備してるんですけど、だいぶ違いますね、2と3でですので、これ非常にありがたいですね。どんどんね、あの使い方が良くなってます、やっぱりね。お、朝倉軍徹底開始。とりあえずこっちは OK ですね。な、何を。朝倉殿、お待ちを。うん、まさに烏合よう。一、長政、うぬらが信じるものはこれか。うん、こうなれば信長殿を倒すまでよ。まあそうですね、お仲間を捨てて、待って、逃げた朝倉軍って感じですかね。来るか。身の程を知らぬ男には見えぬな。速やかに浅井長政を撃破せよですね。一よ、ここまでだな。一を打ち捨てよ。できるな。一を生かすの殺す。このうぬに任すぞ。試すね。珍しい。それとも自分で決められないの。ということは。
大一殿を生かしたか否かでルートビルと変わるのかな。ここは押して普通に倒しちゃったけどとりあえず今回じゃあ倒すルートでいきましょうか。かわいそうだけどねよし、見事よな。大一撃破ということで残るは長松さんだけですね。申し訳ない。今回はね、お一度の殺めるルートで。戦国の女として死したと。無価値。最後、もう苦しまない。愛する人と一緒に。お願い。おの、それがウヌの愛す道。ならば、ウヌも。戦国の女として信長に抱かれよ。敵将、そして浅井長松さん倒しましたね。喋ってる最中に。すまない。一。なんかちょっと B ルートの匂いがするなこれ。落ちてみる。深い闇。多分ですけど、お一度のあそこで生かしておいてから長松さんを倒せばまたちょっと話の流れがね変わったのかもしれないですね。で今回すんなり終わりまして、浅井桜軍全滅させて、こちらの味方のね被害はなしと完璧なる勝利ですね。そして武器はどうだ。微妙だな。両方とも3匹だったんですけども、ちょっと付加効果が微妙でしたね。で、まあ、今回すんなり終わっちゃったので、あんまりポイントっていうのはそんな高くないような形で、伸び率もまあそんなにですね。でどうしようかってなるんですが、勝ちどきか、勲功と、戦後評価が増加。まあそうですね、つばめ返しできないとなると勝ちどきぐらいしかやるようなのないんじゃないかな。まあ属性つけてもいいんですけどね、今僕が持ってる3匹属性ついてないので、つけてもなっていう感じなんですよね。なのでちょっと勝ちどきを得たいなと思います。ここですね、レベル1ってことで決定。はい、ということでやはり、お一殿が亡くなられたということでだと思うんですけど、Bルートの方が道開けましたね。ですので濃姫様の物語っていうのは B ルートの後に A ルートをやっていく形で、進めてまいりたいなと思います。まあ大体 A ルートの方がいい結末とか、そのムービーもねちゃんとしたスクリーンですので、実機ムービーじゃないので、まあ基本的に A ルート最後に回すやり方で後半なんかやってきましたので、まあ一応こっちの方がいいのかなっていうのが印象でしょうかね。そして早くも本能寺の変ということで、まあおそらく光秀さんとのね戦いになるんではないかなと思います。おそらくというか、まあ多分そうだよね。まあそんなような形で今回やってみましたけれども、ちょっとすんなり終わってしまいましたが、今回はここまでとねさせていただきます。皆様ご視聴ありがとうございました。また次回のパート、AD5 の方でお会いしましょう。それではその時までさよならです。バイ。